さあ、皆さんこんばんは、あなたの一歩前ラジオの時間です。時刻は日曜日の19時を回りました。主政クラブ昼の沖縄会場公認あなたの一歩ラジオ、私はここで勇気を出して前に進んだの時間です。この番組は毎週素敵なゲストをお迎えし、現在成功している方でも必ず様々な困難がありターニングポイントがあります。過去現在未来、そして今後どうしていきたいのかお聞きしてですね、リスナーのあなたの一歩なきっかけにしていただきたいという思いからお届けさせていただいております。 MC は株式会社一歩前の伊達ちゃんでございます。皆さんどうぞよろしくお願いします。そしてこの番組はですね、各社様のご協賛により、お届けさせていただいております。途中の CM を聞いてくださいね。さあ、この番組はですね、ギロワンヒルズ通り FM ギロワンより19時30分まで放送させていただきます。皆さん最後までお付き合いください。そして、こちら YouTube、 FM ギロワンさんの YouTube でもね実際ありますし、あとラジオですね、これ何でしょうか、どこからでしたっけ、あ、サイマル放送ね、サイマル放送からでも実際出てますので、皆さんお好きなチャンネルでご覧いただければありがたいなと思っております。さあ、ですね、本日のゲストさんのご紹介をさせていただこうと思います。マイマイシーサー株式会社の代表取締役加藤かな子さんでございます。どうもありがとうございます。イエーイ、こんにちは。かなちゃん、ありがとう。こちらこそ。はい。緊張してるんですか、まさか。いやいやいや。伊達ちゃんのちゃんと仕事をしているところをなんかニタニタしながら見てます。やめてください、加藤に言ってますから。はい。まあ加藤かな子さんね、僕がその主政クラブ1年前に実際入って、まあ今、7つの習慣ボードゲームとかをね、実際こうやってやってるんですけど、まあそれにこういち早くこう反応していただいて、まあ受けたいって人集めるからとかいろいろこうね、言っていただいて、まあ企画していただいたところから始まったんですけども、そこからなんか私家まで送るよ、なんつって言って、ちょっと俺に気があるのかなとかって最初思ったぐらい。このなんか僕の通り道でもないのに、まあちょっとね、ずっと感じなんですけどね、うちの家まで送ってくれたりして、本当にこうなんかいろんな人を、気遣いができる女性だなって僕は思ってます。本当に。もうすごいね、前々ね。なんか、前はなんか個人だったのに、今も法人になって、知らないうちに法人になって、あ、法人だったんだとか思いながら、どんどん成長してるって言ったら僕はおこがましいですけど、まあそんな今日はね、マイマイシーサー、加藤かな子さんをお呼びしてお話をお聞きしたいなと思います。さあ、ですね、今日ターニングポイントということなんですけども、まずは、まあ、沖縄の北部の美ら海水族館の近くでね、手作りシーサーを体験できるショップをしていらっしゃる加藤かな子さんっていうことでよろしいですか？そうです。シーサー作れるお店、マイマイシーサーと、シーサーを買いたい方用のお店、うん、シーサー屋というのをやらせていただいてます。なるほど。はい。多分今ね、マイマイはね、自分の顔見てるか、僕の顔見てると思うんですけど、すみません、カメラ見てもらっていいですか？え？伊達ちゃんの顔はここにあるでしょ？そうです。カメラどこにあるの？カメラ、こっちかこっちにあるから。はい。こっちで合ってる？はい、そっち、正解。合ってる、はい、OK。はい。マイマイは何？もともと沖縄の人なんでしたっけ？なんで沖縄に来るきっかけになって、まあなんか最初のターニングポイント、まあ多分いくつか。はい、あると思うんですけど、うんうん、なんかちょっとその辺を聞かせていただければ。はい、もともと埼玉で生まれて埼玉で育って、埼玉県生まれ埼玉県育ちだったんですけど、30歳の時に、まあ、転機があって、子供3人いるんだけど、待って、待って、いいですよ、そういうのもいいと思いますよ。はい、子供3人、大丈夫これ今、はい、子供3人います。はいはい、で、転機がありました。はい。で、こっちに引っ越してきます。移住ですね。31歳ぐらいの時に子供、3人連れて移住をしてきました。うん、うん、うん、うん。あ、そうなんですか。住んだのが、はい、本部町の瀬底島っていうところに、貸してくれる物件があったので、そこに住むことになって、子供3人との移住生活がスタートしました。まあそのね、中身いろんなことが実際あって、多分こちらにこう来られたんでしょうけど、それはまた今30分の番組なんで、次はね、多分1時間にするので、多分だいぶ後にですね、またね、しっかりお聞きできればなと思いますけど、まあそのこっちに来られました。まあターニングポイント1っていうと、やっぱこっち側に来たことっていうのがターニングポイントっていうことですか、まず一つ目は。そういうわけではない。うん、なんかたまたまきっかけはターニングポイントというか、きっかけとして移住はあったけど、移住した時はもう生活保護になるかもしれないとか、
働かないで、とりあえず働けなかったんですよね。最初の頃は子供3人のうち、一番下がまだ1歳だったんですよ。なるほど。なので、預けられなかったり、預ける場所探したりとかで1年間はバタバタしてたので、なんかね、ターニングポイントっていう感じではなかったな。バタバタしてた。なるほど、なるほど。で、それからあれですね、お子さんも3人もいれば、多分前々のお子さんなんで、やんちゃなところだとも思いますし、学校やんちゃ。やんちゃなんでしょ、どうせ。やんちゃ。超やんちゃ。うーまくって言うんだけどさ、沖縄でさ。あ、うーまくって言うね。うーまく。そう、めっちゃ、なんだろう、やんちゃ坊主。やんちゃ、超やんちゃ坊主が上と下の男の子で、で、真ん中の女の子はめっちゃしっかりしてて。なるほどな。もう、なんか、よくある話だね。そうそう、よくあるパターン。なるほど。そのお子さんがいろいろ学校になんか呼び出しが多かったりとかってしてて、アルバイトをその時してたんじゃなかったっけ？そう、その最初、確か、ゴルフ場で、ベルビーチでアルバイトさせてもらってて、で、私の中ではそこがね、きっと一番のターニングポイント、人生の中で。雇われる、雇用されてる感じで、最初働いてたんですけど、あまりにもね、一番上の子の呼び出しが多くて、学校からの、お母さんすいません、はい、ちょっと喧嘩しちゃって、で降りてこれますかみたいな。なるほど。すぐ来れますか。これ週3とかでしたよ。逆にバイトの頻度ぐらいですね。そうそう。なるほど。だからね、週5働いてても週3呼び出しがあるから、すいませんって言いながら、こう、山を降りてくるんですよね、ベルビーチから。ゴルフ場からね。はいはいはい、はい、うん。それがもういたたまれなくて、心苦しくって。で、まあ一人で育ててるから結局子供に当たりそうになるじゃないですか。うん、確かにね。だからそれもいかんいかんって思って、もう、いっそのこと自分で、オープン、クローズとかほら自分でできるじゃない。自分で喫茶店とかやったら。自分の都合でできるから、これはもう自営業に切り替えた方が心のためにいいと思ったわけ。なるほど。まあでもあれじゃない、そのアルバイトやってるところから何か自分で新しく、もともと埼玉の人がこっちで何かを始めるっていうふうに言ったらさ、相当なだって勇気もいるじゃない、でもね、シングルマザーってきっとみんなそうかなと思うんだけど、スイッチが入ったらもうね、やらざるを得ないというか、やるしかないのよ。だから女性ってそういう面で強いなと思うんだけど、シングルファザーも同じだと思うんだけど、やっぱやるしかないから、大変っていうふうにはその時感じてないんですよね。なるほど。がむしゃらだからね、その時は。じゃあ一つ目のターニングポイントっていうのは、そのアルバイトね、呼び出しが多かったりとかして、アルバイト辞めて、じゃあ自分で何か独立しようと、もう生活保護に入らずに、とりあえずちょっと自分でやってみてトライしてみようっていう、これが一つのターニングポイントっていうことね。そうそう、最初私も生活保護でいいやぐらいな感じで、無理しなくていいやぐらいに思ってたわけ、無理したら子供たちにも影響するからと思ってたんだけど、姉がね、たまたま、私3姉妹なんだけど、女3人の真ん中なのね、で一番上のお姉ちゃんに、かなこさーって、絶対いつでも本当にダメだったら生活保護なれるから、とりあえず頑張るだけ頑張ってみたら、みたいな軽く言われたんですよね。で、なぜならば、子供たちは結局背中見てるからって。って言われて、そこでスイッチが入ったんですよね。なるほど。で、そのスイッチが入って何を始めたんですか？リサーチ。リサーチ。私、そうそう、私でもできる、私でもこの子たちを育てていけるだけの仕事を作り出せるのは、この町では何だろう、みたいな。ほう。ね、何だろう。何なの？結局ね、絞ったんですよ。ケーキ屋さんか、シーサー作り体験の中でも、他とはちょっと違う特化しているシーサー屋さんの、このどっちかだったら私やっていけるってとこまで絞って、でもそのタイミングでね、ちょうどね、三陸から岩手かなから、宮城か。宮城県からね、リンゴカフェさんっていう、ガチのリン、なんていうの、ケーキ屋さん、が移住してきたんですよ。はいはいはい。そう。だから、もともと元部町にケーキ屋さんがゼロだったわけ。はい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 。人口もそんなに多くないんだけど、隣の名護までみんな買いに行ってたんですよね。ケーキを。
だからケーキを作れる人を雇用したりできれば、ケーキ屋さんはできるっていうふうにその時確信したんだけど、でも結局、本職、ケーキ屋さんやってる方が来て、こっちでケーキ屋さんを始めるってなったから、もう、消去法で、じゃあ私、シーサーで行こうって決めた。なるほど。で、シーサー屋さん、シーサー手作りのマイマイシーサーね。を実際こう始めたっていうことですよね。なるほそうど。でまあ、す。1年目、まあ実際こう独立して、で、順調な感じで行ったんですか？本当ね、なんかね、やっぱりいろんな方からアドバイスもらって、借りれたお店がね、パーラーわかる？伊達ちゃん。パーラーってどこにいるの？パーラーってさ、ちょっとしたさ、かき氷とかさ、何ドッグ？ ホットドッグ？ホットドッグ、ブルドッグ。とかそう、出せるようなさ、ちょっとしたこう、お店、屋台みたいな感じのお店が沖縄多いんだけど、それの、まあ、ちっちゃい常設店みたいのがあって、使ってないとこがあって、そこを借りれたんですよ。なるほど。シーサー作りながら、シーサーの作り方も教えるし、色塗り体験のシーサーも作るし、あと、その施設を使って、かき氷とか、ぜんざいとか、あと、うむくじ天ぷらとか、だからサーターアンダギーとかも作ってた。ああ、なるほどね。じゃあそのパーラーみたいな、その屋台みたいなところから、まあ今、美ら海水族館に、まあすぐ近くのね、ところの店舗を実際構えてるじゃないですか。で、そこの移転することになったことっていうふうなこともですね、多分それもまた天気の素地なんじゃないかなと思いますので、それはまた後半に聞いていこうと思います。いや、面白いね、なんか。面白い。ごめん。面白いって言ったら申し訳ないけど、ありがとうございます。本当。懐どうやってかみしい、て。めっちゃ懐かしいよ。いやー、いいと思います。じゃあ、後半ね、CM に入ります。ファミリーシーサー、ウェディングシーサー、新築、誕生日、退職のお祝いにもらって送って嬉しいさ。あなたのお店にぴったりのオーダーシーサーもお作りします。美ら海水族館から車で1分、シーサー作りも体験できるマイマイシーサーでした。マイマイシーサーで検索。なかなか取れない痛みに悩んでいるあなたへ。それは深層筋の強いこりが原因かもしれません。北京道首里伊寿治療院には深層筋へ安全に針をする技術があります。本気で治したいとお考えの方、北京道へぜひご相談ください。むむ、痛いけど超効く。働いても働いても時間が足りないあなたへ。その悩み、時間を失う悪習慣が原因かもしれません。ハートブリッジ桜井です。私は経営者向けに時間と成果、最大化の支援を提供しています。忙しさを手放して収入を維持したい方、ハートブリッジ桜井にご相談ください。スポットライトが平等に当たるなら、それぞれの使命を果たす時がさ、羽ばたけ、どこまでも。アクティングコーポレートソング、スポットライト by ローカルコネクト。さあ、後半に入りましょう。今日のゲストはですね、マイマイシーサー株式会社の加藤かな子さんをお迎えして、おります。さあ、マイマイ、前半からのターニングポイント一つお聞きしましたけども、まあ今、二つ目のところというか、まあ意を決して、んで、独立というかパーラーで実際こうなんかしようと、マイマイシーサー体験しようとっていうところからなんですけど、まあ実際始めて一年目で、順調で行ってたかどうかって、その辺だとかも合わせてまたお聞きしたいなと思うんですけど、最初から順調に行ってたんですか？でもね、1日1万円売り上げない時とかも普通にありましたよ。でも、日銭って言ってさ、やっぱさ、水商売と同じでさ、その場でお客様からお金いただくから、まあ、なんだかんだ資金繰り大変っていうのはそこまで感じなかったかな。まあ、何しか、キャッシュでいただいて、で、実際そこも実際使っていくし、で、目の前でお金いただけるから。なるほど。でも、とは言ったってさ、そのパーラーで、個人で一人で始めたんでしょ？そうそう、一人で始めた。言ったら、だってもう、屋台にさ、なんか焼き物乗せて働いてるみたいなもんじゃん、簡単に言ったらさ、石焼き物。そうそうそそれから、そのなんか今のところにこう移転した、すごいいいところに移転したと思うんだけど、それはこうなんで移転できたのとか、なんかその辺が、また一つターニングポイントなのかなと思ったんですけど。そう、私の中でね、大きく、このね、二つ目は、やっぱり、ちっちゃいお店から、もう限界を感じて、
瀬底島の中のお店から、美ら海水族館のすぐ近くの大きいお店に移ったんですよ。これはすごく大きく、転機になったなっていうふうに思ってる。これターニングポイントだなと思ってる。すごいいいところだよね。みんな通るところなんじゃないの、あそこって。そうそう、みんな美ら海水族館に行くときに、必ずと言っていいほど、那覇とか恩納村から来てたら通るから、すごく、その通り沿いだから、ああ、あそこのお店だったのって言われることはすごく多いです。そうよね。1階が何屋さんでしたっけ？1階がね、誠餅さんって言って、創業60年になるんですけど、お餅屋さん、もちろん。金秀でお餅売ってたりとか、あと、いろんなイベントごとで、沖縄の丸焼きって言って、昔、日本おやつランキングみたいなので、入賞したことがある、おやきみたいな感じのやつを作ってたりする。だっていい感じのお店を越えて、革の靴の草履セッターを越えて、右側にホテルがあって、で、ファミリーマートがあって、なんかでっかいお菓子屋さんがあって、こう行って行ったところが、ちょっと下ったところは前々のところじゃない？すごいわかりやすいよね、あそこね。いや、まあ、そうそうそう。いや、そうなんですよ。で、しかもまた言い方が上手。雨の日に来てくださいっていう言い方が上手。うまいなと思って、海見るんじゃなくてね、中でこうやって作りましょう。だそういうのもすごい上手だなとかって思って。まあ、それでお店も順調に行ってたんじゃないかなとか、ちょっとその辺に関してもお聞きしたいなと思うんですけど、そこから、まあ多分でも観光業に実際になるんでしょ？そう、観光業ですね、うちは。ってなるとコロナとか大変だったんじゃない？いや、コロナはね、死にましたね。死ぬ本当よに。ね。なんだろう、今までは努力したら報われるって思ってたから、寝ないで頑張ってたんですよ。今となっては頑張ってたなと思うんだけど、やっぱね、起業して子供さんにいる状態で、ちっちゃい方のお店でやってる時って、夜中朝方までずっと一人でシーサー作ってたりとかしてたわけさ。じゃないと、次の日来るお客さんが選んで色塗りするシーサーがなかったから。なるほど。素晴らしい。で、頑張って、そうやって努力してたり、勉強してたり、動いていれば、その分ちゃんとお客さんが来てくれる。来てくれなかったらまだ努力が足りないはずって思いながらやってたんだけど、大きいお店に移転してから2年目ぐらいにきっとコロナ来たんだよね。だからもう大きいお店に移ってる頃は、もうスタッフが3人か4人かもう雇用してたんですよ。で、その状態で急に次の日からピタッと、旅行ダメです、みたいな。なった、なった。ね、そうそう。もう、県をまたいだらダメですっていうふうになったし、もう外出ダメですってなったから、本当に、ホテルとか私たち観光業は何の、保証も受けれなかったし、1回だけ50万か100万かっていうやつがあったけど、飲食店さんみたいに1日4万出るみたいなさ、びっくりするぐらい手厚い、あれ、保証だったんだけど、ああいうのは私たちの、宿泊とか観光業だけをやってるところに対してなかったんですよ。もう、ほんと死ぬかと思いましたね。そうね、そう。じゃあ、その天気、その死ぬことに、コロナになったのが天気なの？コロナになって、努力してても報われないこともあるんだ。だから経営者はもっと見越して動いとかないといけないんだって気づいたのが天気。ああ、なるほど。その、じゃあ、で、その、修正に入った。修正クラブに入ったってことね。入った、な入っるた。ほど。じゃあ、一人でこう実際審査作って、まあ言ったら、その、労働者というか、結果、その経営者じゃなくて、まあ一生懸命労働してたわけね。夜中時間を削って。そう、プレイヤーだったんだよね。お店ああ、にそうだ立ね。ちプなレイヤーだね。がら、お店から離れられない経営者だったわけ。それがその、コロナになりました。まあ、お客さんピタッと止まります。で、酒精クラブって、まあ、知らない人もいらっしゃるかもしれませんけど、経営者ばっかりが集まるね。まあ、実際、こう、仕事をこうやってやっていこうっていうふうな会なんですけども、酒精クラブに入りました。それで、入ったこと、まあ、入ったのが変わったんじゃなくて、入って何かがあったから変わったんでしょ入って、今までのこの自分の周りにいる5人、10人がガラッと変わったんですよ。あ、なるほど。今までがどうだって、どういうふうに変わったんですか？今まではやっぱりこの助けてくれる方たちがたくさんいたのは事実だし、恵まれてたなって本当に思うんだけど、
の方たちとはまた違う、例えば何か違う業種の社長だったりとか、何か困った時に、とりあえず相談したら、的確にいろんな経験があって、経験の中からいろんなアドバイスをくれる社長がいたりとか、この周りにいる方がガラッと変わるきっかけになったのが、この修正に入ったことかな。なるほど。まあ、そうよく言うじゃない。まあ実際言ったら主婦は主婦。ね。個人事業、サラリーマンはサラリーマン。個人事業主は個人事業主。で、まあそこの個人事業主のところで実際やってたところから、まあ主政クラブに入ったことによって、その経営者たちとのつながりが多くなったっていうこと。だいぶ、今まで本当にね、一匹狼じゃないけど、お店の中にいることしかなかったから、そう考えると本当に飲み友達とかね、そういう形で付き合いがある経営者はいたけど、経営者同士で経営をお互いに盛り上げていこうとか、お互いに支え合っていこうという、もう趣旨があって、会うってことはあんまなかったんですよね。なるほどね。そっかそっか。じゃあそういうふうにこうなっていって、まあ今はどんな感じなんですかっていうか、いろんなその経営者の方とつながりがあったりとか、逆に言うと前々に言うと、いや、あの人こうこうこうでいいよとか、ね、今回次の笑っていいとも方式なんで、またご紹介いただける方も先日お会いさせていただきました。すんごい素敵な方だし。で、まあいろんな方にこうやってお会いされるようになって、まあ付き合う人が変わって、前々自体のその心の変化とか、なんか気持ちの変化とか、なんかそんなことにも変化はあったんですか？ね、やっぱ学ぶの大事だなっていうところがもう確実に大きくって、どんなに、今まだ全然経営の技術ないんですよ、私。だから経営の知識とか技術とかも学ばないといけないけど、やっぱりその大前提で心がいい人と付き合っていかないと、心がいい自分になれないし、そういう人たちが集まってこないじゃない。だからやっぱり、ここの場所に移転したいって思ったのは、誠大地さんが、清和塾に通ってたからなのね。誠大地さん。誠持ち。誠持ち。あ、誠持ち。1階のね。はい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 。誠持さんとこう出会ったのも、その清和塾に通ってる方が、元部長からはその方だけが通ってるっていうのを知って、思わず会いに行ったんですよ。なるほど。稲森さんの清和塾ね。そうそうそう。今はもう、沖清塾になったのかな。で、今も同じように主政に入って、いろんな学ぶことがあって、あ、こういう人がいるんだ、こういう考え方するんだ、とか、あ、こういう時にこういう振る舞いしちゃうんだ、とかっていうのも、やっぱりこう、見て、すべてが勉強なんだよね。確かに。いや、本当だから、7つの習慣ボードゲームやってるじゃない。あれも、まあ、前々がやっていただいてから、まあ、だいぶ経つけど、まあ、なんか、こっちもこう、見方変わるわけよ。まあ、精度も上がってきてね、うわ、この人とは仕事したくないなって思ったりとか、すんごい癖が出るからね。まあ、でも、そういうふうな、こう、客観的に実際見ることによって、まあ、前々もいろんな方とのつながり実際増えたりとか、すると思う、ね。で、これからもどんどん伸びていこうと思うんですけど、まあちょっと今お聞きしたいなと思ってることが、このあと2分しかない時間の中で、1個お聞きしたいなと思うんですよ。2つ、1個、どちらか選んでください。1つは、今後マイマイはどうしていきたいのかっていうと。もう1個は、リスナーに対して一歩踏み出せない人に対して、何か1つアドバイス。どっちか。もう確実に後者でいきます。ああ。かっこいい。はい、一歩踏み出せない方って、きっと自分の一番近くにいる5人を意識してないんだと思うんですよ。なるほど。そう。自分が変わるきっかけになるのって、伊達ちゃんもほら3つ、これとこれとこれがあるよっていうのが持ってると思うんだけど、私は人と情報と、あとはもうこの出会い、この人との出会い、情報との出会い、場所との出会い、この3つでしか変われないと思ってて。なんか自分から変われるかもしれないっていうちょっと直感とかがあったら、とりあえずでいいから足を運んでみる。なるほど。足を止めたらもう最後。足止めたら死んじゃう。うん、でもそうね。なるほど。じゃあ、やっぱそこに行動するっていうようなことっていうのが、一つのこう何かにこうつながっていくよっていうようなことよね、何かしら。
で、やっぱり行動して自分が改善できるとこないかなっていうのは常に思っとかないと、やっぱり、世の中が変わっていくから、自分もそこに合わせて変わっていかないといけないから、その変わり方とかも自分の気持ちとかもどんどんレベルアップしていくためにも、やっぱり行動することと、自分がすごく尊敬してる人を周りにこう5人の中に置いとく。なるそほのど。人たちの、その人たちのところに、教えていただきに行くとか、時間を作っていただきに行くとか、っていうなのはるすほど。ごく大事。わかりました。ありがとうございます。いや、これもっともっと話を聞きたいんですが、時間ですので本当は、ね、申し訳ないんですけども、最後にですね、かなちゃんにご紹介いただきたい、次回のね、ゲストさんは、どなたになられますでしょうか。教えていただければ。私ね、尊敬する人、応援したい人、もうこの人を近くに置いときたいっていう、この尽くしたい人を10人ぐらい決めてるんですよ。で、その中で、女性としてもダントツトップで、この人っていう人がいて、その方が、下田さんっていう方です。下田道夫さん。そう、下田道夫さん。もう素敵なね、倫理法人会の中部西の今、会長さんも実際やってらっしゃったりされて。どういう会もだよね。どういう会とロータリーもだよね。きっとね、会長さんよね。ああ、そう。あ、本当。いや、そのね、下田道夫さんの、お越しいただけるのは10月の22日に実際になるんですけども、もう本当ね、もっともっと話を聞きたいんですけど、まずは、マイマイシーサー検索していただいたらですね、マイマイそこに多分いますから、酒税クラブが多分出てると。いない。事前にお話を聞きたい場合は、マイマイシーサー会いたいですって書いていただければいいかなと思いますので、はい、皆さん今日は、すいません、もっとお話をお聞きしたいんですけど、マイマイシーサー株式会社の加藤かなかさんにお越しいただきました。ありがとうございました。そして来週のゲストはですね、ウーアンの、田中秀樹さんに、実際になりますので、皆さんまたこれからもぜひね、お耳を頂戴いただければと思います。ということで皆さん、今日もお聞きいただきましてありがとうございました。ではまた、バイバありがーイ。バイバイ、ありがとう。とう。